住宅を狙った盗難被害の7割は無施錠が原因です。うちに限って少しぐらいなら大丈夫、その隙を狙っているのが犯罪です。所長、鍵をかけていなかった民家から現金などが盗まれたそうです。何？自分は大丈夫だという思い込みは、家の戸締まりはしっかり、駅の駐輪場に停めていた自転車を盗まれた人もいるんです。何だって？家でも外出先でも施錠すること、特におすすめはツーロック。自宅内施錠、自転車の施錠はもちろんだが、防犯砂利は、踏むと音が鳴って敷地内に入ったことがわかる防犯砂利ですか。とてもいいですね。琴平警察署では盗難被害を少なくするため、侵入盗、自転車盗防止の注意喚起を行っています。空き巣なんて入らない、少しぐらいなら大丈夫と思っていませんか。空き巣などの盗難被害は場所も人も問わない身近な犯罪です。一人一人が意識して生活することが大切です。地域の皆さんの気づき、もしもの時は迷わず110番をしてください。110番の判断に迷ったり不安に思う場合は、警察相談専用ダイヤルシャープ9110にお電話ください。最寄りの警察署、交番でもご相談を受け付けています。香川県警察は地域の皆さんと一緒に犯罪を減らし、全力で地域の安心と安全を守ります。